言えば言うほどコミックスがお送りします。はい、ワイカメツチさんからも、イッチさんからもいただいておりました。そしてこちらの方、ケージ・ボボンバ、ボボンボさん、それからと、ともかずさんからもいただいておりまして、A69 助さん、いろんな方からいただいておりますが、これは何の束かと言いますと、今度は選挙のお話でございます。はい。マチャさんからいただいております。各新聞社、テレビ局が調べた次回衆議院選の世論調査の結果が出ました。うん、ね。世論調査。これ私が言ったわけじゃないですよ。はい。各、テレビ局やら新聞社がいろんなとこが調べるということです、はい、各社細かい数字にばらつきはあるものの、うん、結果はほとんど同じでありました、うん、傾向はね、はい、自民党が単独過半数を超える勢いだということが分かったというんです。しかし未だ小選挙区も比例も決めかねている数字もかなりあるので先は読めないですが、各言う私もまだ決めかねているという状態。そこで問題になるのが各党が主張している政策、まあ、争点がありすぎて、まあ、支持したいこの政策、支持したい政党という、イコールか、支持したい政策イコール支持したい政党という式は単純にはなかなか成り立たない。うん、ぴったり一致してるっていう人はね、わかりやすくていいんでしょうけど。だからいつも思うんですが、けれども選挙と同時に国民投票もすればいいんですよ。最高裁判官のあの、国民投票のように、原発の賛否、TPP 賛否、それから消費税賛否と各項目ごとに丸ペケ形式でやれば本当の意味でなんか信を問うということにならんのかなと思うんですけどもね、ということですね。うん、動物奇想天ぷらさんからもいただいておりますけれども、今回のその有権者10万1000人を対象にした世論調査ということです。全国の総支局などの取材を加味して序盤の情勢といたしました。ここは一つ皆さん方頭に入れといてほしいですね。序盤の情勢としてと、ね、はい、選挙戦だって相撲だってね、うん、初日から千秋楽まである、初日3日間勝ちっぱなしという力士もいますけども、はい、後半ずっと負けたっていうようなこともありますから、ね、それは分かります。この世論調査の結果を聞いてまだ決めてないんだよねっていう人が、うん、じゃあ、ね、どっちっていうふうに動くってこともあるわけでしょ、うん、これはね、そういうようなことはね、これだからいろんなね、はい、ちょっと今バラバラになってますけども意見があってですね、例えばこの方雷議員さんもね、選挙運動中にね世論調査なんかするか、本当にいつもそう思いますという、うん、これによって左右されるんじゃないのかいうか、こういうご意見もありますね、はい、ところが今小高さんが言ったように、うん、人の気持ちはどう動くか分かりません。自民党が有利ですよ今のところ、うん、有利と過半数、単独過半数取りそうな勢い、はい、おー、いいぞいいぞ、よし、ああから希望持ってきたぞという人もいれば、多い方に、みんなが言う方にいいれよっていう人もいれば、いい人もいれば、うん、ちょっと待てよと、うん、そんなわけにはいかんぞ、ちょっとこれブレーキかけてこれはいかんという人もいて、これだからこれ永遠の謎ですね。どっちに動くかも分からないし、どっちに触れるかいうことだと思いますよ、はい、まあでもね、うん、この方の意見は多分そういうのに振り回されるんじゃなくて、自分がどうしたいのかってことを純粋に考えた方がいいんじゃないかっていう、はい、まあそんなご意見もあるでしょうし、はい、まあ繰り返しになりますが、あくまでも序盤戦ということの空気はこうですよというような、はい、うん、まあ結果からの分析らしいんですが、序盤、さっきも言ったようにね、はい、相撲の場所の期間中ね、5日間連続で負けもなくと、はい、連勝を誇った人も後半バタバタと行くという可能性もありますし、訳がわからんね、はい、訳がわからん。世論調査でこうやって言ったけど途中で気が変わったという人はおるでしょうしね、うん、そしてこれ何よりもです、うん、何よりも、まあ、アメリカとか他の国と違いまして、はい、日本人はいわゆる不動票の人、いわゆる支持政党なしという人がその時で決める、うん、一番多いですから、うん、この政党を支持する人が一番多いんだったら、まあ大体わかるでしょうけども、この政党支持者、この政党の支持者、そしてこちらは、政党支持なし人がバーンといるわけですから、うん、その人の気持ちが後半どう動いていくか、はい、ということですから、これもまたわからないことなんですね。なかなか選挙も、こうやって放送でも言いにくいです。昨日私選挙の、
選管のこの主催する、はい、あの、まあ、選挙に投票に行きましょうという、はい、のの講演で喋ってきましたけど、はい、苦労したわ。苦労しました。何喋ってんだってことですけど。そうやわ。まあ、でも投票しましょういう話。まあ、投票しましょうや。この人に投票しますよとは絶対言えない。もうなんやらこう、はい、でもそういうあの人がこうやったああやったいう話は本当面白いんですけども、それができないという中で大変苦労した、はい。そういうのは選挙が終わってから。終わってから。いっぱい言うよ。はい、選挙の話は最終。ということですね。はい。はい